あれ？校長先生がいませんね。あ、早く年明けないかな。もうすぐ今年もおしまいよ。今回はそんな年末にピューンと飛んじゃうお話ぴょん。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。ゆく年くる年イエイキーリンじゃねー。無理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 カタツムリヨーヨー。サフィー何やってるで。ミュージカルの時出し忘れたネタを披露してるんだって。やっぱり悔しかったんだぷ。パッコお待たせ。来たー。いただきます。うん、おいしい。またギガウマバーガー食べてる。ハンバーガーとプリンはいくらでも食べられるんだ。エンジェラポテト好きだぜ。やめられない、止められない。パパマスターの気まぐれサラダうまー。お待たせしました、ラッキーセットです。あれ何ですか。いいな、私も欲しい。知らないだな。これはラッキーセットって言うんだな。今年の干支はウサギだから、ウサギの特典があるんだな。干支？みんな干支って知ってますか。ねえ、ウシ、トラ、ウー、タツ、ミー、ウマ、ヒツジ、サル、トリ、イヌ、イーと動物が毎年順番でその年を代表するのよ。今年はウサギ年。でももう少しで終わっちゃうけどね。ちなみに私は鳥年生まれだよ。みんなは何年生まれかな。知らないよ、そんな特典があったなんて。特典はそれだけじゃないんだっち。え？伝説の秘湯、稲葉ウサギ温泉3泊4日旅行付きなんだな。うわー、あの伝説のどんなウサギも真っ白美白美人にしてしまう、ジェリーナ様に許されたものしか行けない秘密の温泉の。はいはい、マスター、私にもラッキーセットください。すみません、あちらのお客様で品切れて。ぴょんぴょん、ウサギぴょん。何よその格好。何ってウサギに決まってるでしょ。そんなウサギいるか。てか私に失礼でしょ。すっごいレアなのよね、これ。ゲットできてよかった。バカバカ、私のバカ。今年が自分の年だったなんて知らなかったよ。私もラッキーセット欲しい。いいじゃん別に。私なんて何年経っても絶対もらえないもん。犬年は7年後です。そんな落ち込まないでルビー、すぐ次のウサギ年が来るわよ。本当？ルビー、また格好が。っていうか、そんなに待ったらウサギ温泉に行かなくても、私ナイスバディのお姉さんじゃん。うん。
扉が閉まるとウサギ年はおしまい。来年は辰年です。だから校長先生張り切ってるんだ。ってことはあの扉が閉まらなければずっとウサギ年ってこと。やめてください。また変なことするんですね。ちょっとそこまで飛ぶだけだって。ケチケチしないで乗せてよ。何してんのよルビー。あ、皆さん助けてください。時の扉が閉まないようにするのよ。だからオパールに乗って扉に突っかえ回しに行くの。無理です。大地、私に乗るには心が綺麗じゃないとダメなんですよ。ならオッケーじゃない。私心が綺麗だもん。ルビーさん、もう一度じゃ。はよシルバー。お尻を叩かないで。くっそー、カニだから。暴れないでくださいね。メッキセットをもらってハンバーガーたらふく食って真っ白美白美人のウサギ温泉に行くんだ。なんでダメなのよ。心が汚れてしまったからです。何か欲しいとか食べたいとかそういう欲があると心が汚れてしまうんです。それを早く言ってよ。今度は絶対言わないから。そういうことじゃなくて。言っちゃダメ。高級人参が食べたいとかお腹いっぱいプリン食べたいとか言っちゃダメだから。だから思っちゃダメなんですよ。その格好は何ですか。要は天使になりきればいいのよ。私は欲のない綺麗な心を持つ天使。素敵な服もキラキラのデコレーションもお金も大嫌い。というわけで私が乗るわ。やっぱり。私は天使、私は天使、私は天使。ああ、メゾーヤの半額券。ああ、今すぐ行かなきゃ。嘘、まさかカノンが乗れるなんて。あ
恋する乙女は最強なのよ。ミカゲくんのことを思うとき、私の心はいつだってきらめきドキドキハートなのよ。パカ、本当はエンジェラが乗るはずだったパカ。なあ、パンプキンパイ。ちょ、何すんのよ、ケムクジラ。もらって真っ白美白美人になるの。おとなしくしなさい。さあ、また時の扉に行くの。やめて。オパールの翼が美白美人。翼が、あ、オパールの翼が、翼が黒くなってしまったです。ラッキーセットで美白美人。この学園で揉め事が？そうなんだな。イルカ先生が許しても、この私が許しません。さあ、どこですか、現場は。これは、学園の中がののじだらけ。これは間違いない、ダークジュエルパワーの仕業だべ。オパールが角で掘ったんだって。ホームルームを開くゴリ。最近梅組の雰囲気が良くないゴリ。この中に喧嘩をしているバカ者がいるせいゴリ。ルビー、オパール、悪いのはどっちゴリ。オパール、ルビーさんです。思い出すゴリ、この教室で共に過ごした日々を。あの懐かしいちくわ笛の音が今も聞こえてくるゴリ。みんなで植えたバナナの木、あれはみんなの友情の証だったはずゴリ。困ったゴリ。いいかてめえら、喧嘩ってのは魂と魂、拳と拳のぶつかり合いだ。根性を見せてみろ。じゃあちょっと証拠いくわよ。ムーンサルト効果スクリューってそこ拳じゃないし。二人とも心をきれいにして空を飛ぶんじゃなかったの？仲良くしようよ。ねえひなた、あのいじけ虫のオパールに言ってやってよ。あんなんじゃずっと空を飛べないって。ルビー、ひなたさん、あのおバカなルビーさんに言ってやってください。そんな汚れた心じゃ空を飛べませんって。二人ともいい加減にして。ふわだルビー。不安だ、絶対諦めないんだから。オパールがいなくったって扉にたどり着いてみせるわ。おいルビー、ジャスパー、いい加減オパールと仲直りしろよ。ジャスパーには関係ないでしょ。
放っておいたらオパールはずっとのの字を掘り続けるんだぞ。だからなんなのよ。意地を張んなよ。こういう時こそ励ましてやるのが梅組スピリットじゃないのか。何も気になってんのよ。もしかして。違う、俺はただクラスメイトとして仲間をだな。バッカ野郎。ふん、青春ラブイバカ。私なんて、私なんて。これオパールから仲直りの印にって。あ、プリン。ふん、こんなんで騙されるとでも思ってんの。あ、美味しかった。食べてるし。ってこれカノンのじゃん。やだ。ほら待て。ルビー、お前から先に謝るんだ。やだ。ルビー、やだ。ルビー、やだ。ルビー、なんなのよ。もうまだわかんないのか。オパールはお前のせいで飛べなくなったんだぞ。ルビーたちの汚れた心を受け続けて、オパールの翼は黒く縮んじまったんだよ。どうすんだよ。このままだとオパールは二度と空を飛べなくなるんだぞ。ああ、ヤギ沼くん、ありがとう、雑草を食べてくれて。そうよね、ヤギ沼くんも梅組の仲間だもんね。オパール、ルビーさん、話があるなら聞いてあげるわよ。あっちゃー、そっちこそ言わなきゃならないことがあるんじゃないですか。遠慮しないでいいわよ。お先にどうぞ。そっちが先です。じゃあ言わせてもらうわ。確かに私は欲張りよ、ルビー。プリンが好きだし、生クリームがかかってるともっと好きだし、人参は高級品じゃなきゃだし、パフェもアイスもクッキーもハンバーガーも大好きだもん。ルビーさん、可愛い服もアクセサリーも大好き。素敵な彼氏も欲しいし、デートもしたいし、もっともっと可愛くなりたい。ルビーさん、ラッキーセットが欲しいの。ウサギ温泉に入って真っ白美白美人になりたいのよ。なのに何よ、オパールったらメスメスしてばっかり。ルビー、翼を直そうともしないでのの字を掘ってるだけじゃん。私の方が頑張ってるじゃん。だからオパールも頑張ろう。私オパールと一緒に飛んでみたい。オパールと一緒に飛んで、もっともっといろんなものが欲しいの。それを引き出す特別な力があるのよ。じゃあ、あれは？そう、ルビーの綺麗な心。さあ、皆さん、時の扉までもうすぐです。校長先生、ここから先には行けないよ。どうして？時の扉を勝手にいじってはならない。そんな。行く年があるから来る年がやってくる。時は過ぎ、世界は変わり続けていくのだよ。時の流れには誰も逆らうことができない。よくわかんないラッパイ。きっと私たちを言いくるめようとしているんだわ。
オパール、君はわかるだろ。それはでも、たとえ無駄だとわかっていてもやりたいんです。だってルビーさんの夢が叶うんですから。今年がずっと続くのなら。オパール、あこら、やれやれ、しょうがない子たちだね。急いで、もうすぐ扉が閉まるわ。しっかり捕まっててくださいです。扉が、よし、ルビー、ここまで来たんだもん、諦めるわけにはいかないわ。その通り、行きなさいルビー。今こそ時の呪縛から運命を解き放つのよ。任せて。そんな話だったっけ。なの。なんで？お楽しみに。イエイ、まだまだ私の時代は続くのだ。私の時代がね、ぴょんぴょん。このデカジリな、言ったわね、ヘタレウサギ。デカジリ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。